こんにちは、ファントントです。今日は香川県丸亀市にあります、島、シワク諸島の広島に来てます。このシワク諸島の中に、いくつか島あるんですけども、その中でも、最大の規模を誇りますこの広島、結構ね、渡ってみますと分かりますけども広いです。で、いつもね、芋山系うろうろしてるんですけども、なぜ今日ここに来たかと言いますと、実はこれだけのね、広い島なんですけども、今までなんとストリートビューが1メートルもなかったというね、1メートルどころかもう1枚もなかったという場所だったんですね。で、そこを全島バーチャル化しようというプロジェクトが今密かに進んでおりまして、で、実はそれにファントントもですね、便乗いたしまして、ちょっと休み取ってですね、この島に渡ってまいりました。で、実は昨日、今後ろに見えてます大東山、これが主役諸島の中では、312メートルで、最高峰なんですね。昨日はここへ、登ってまいりました。ちょうどこのね、肩に上がりまして、で、山頂まで上がっていくんですけども、結構なね、やぶ道でしたね。で、向こう側にもう一つ新行山っていうのがあるんですけども、そこに寄ってこう降りてですね、でずっとこの海岸線を歩いて、また港までというルートを歩いてまいりました。で、今日は、それを下見がといいますかね、ここかなっていう場所を場所を決めまして、撮影をね、私の方もストリートビューの方の撮影をしようと思いまして、実はこういうものを用意してですね、これはこの自転車にこうつけて、で、この先ここにですね、シータビー、これを設置してですね、で、島内の、ちょっと車では入っていけないような道を動画撮影しながら、回ってみようかなと。で、動画で撮影したものをそのままアップしますと、青い線でね、なります。これはビデオモードという手法になるんですけどね、今この外周路ですね、この外周路はもうほとんど撮影されまして、徐々にその青線が育っている状態になります。夏のこの海水浴シーズンにはですね、間に合わせて、この外周路はまず間違いなくバーチャル化されると思います。で、これでね、撮影をちょっと車の入っていけないところ撮影したかったんですけど、実はシータの方が絶不調でして、実はここへ来る前日にテストしたんですよね。一度ビデオモードはやってみたんですけど、それからずっと撮影してなかったので、一回やってみた方がいいなと思って、来る前にちょっとテスト撮影したので、それはね、うまくいったんですよ。ところがですね、昨日大戸山で撮影しようと思ったんですね。大戸山の山頂に三角点ありますので、それの撮影をしようと思うと、このシータはですね、全くこの動かないと、症状としましては撮影中でどうもハングアップしている状態になってますね。で、電源も落ちないんですよ。ですから、バッテリーが上がるのを待たないと、今これバッテリー上がった状態でもう立ち上がりません。大阪持って帰ってですね、もう一度ファームウェアのアップデートやってみて、改善されるのかなというところですかね。ちょっと残念な結果にはなったんですけども、じゃあ1枚もね、撮影してないんかと言いますと、なんかありませんよ。落ちた。ファントントが得意としてますよ。ちょっと待ってね、水飲みます。すいません。このね、ボールチェーントリック、これを使いまして、今ね、撮影してるこの iPhone で撮影してるんですけど、この iPhone でここにですね、こうつけましてね、で、このボールチェーン非常にね、こう風にも流れないんですよね。これ風のある日でもちゃんとこの真下をね、こう指示してくれます。で、これでこの位置合わせをしまして、これでこう回りながらこう
撮影するという、まあちょっとね、時間のかかる、手間のかかる撮影方法なんですけども、まあ今日はこの天候でちょっと残念ですけれども、まあでも先ほどここの海岸、海水浴場の撮影終わりましたので、トータル20枚撮影しました。で昨日はね非常に天気良かったんですよ。で今向こうに江ノ浦港あるんですけどね、この港からオータイムが綺麗に撮影できてます。まあ、こういうのもね、まあ点にしかならないんですけども、線にはなりませんが、点をですね、いくつかこの島の中に配置したいと思います。まあそれすらね今までなかった、ところですので、ぜひともね楽しみにしていただきたいと思います。これからどん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 この中のね道もね、多分バーチャル化されていくんじゃないかなと。でもしこれね俺もやってみたい、いや私もやってみたいいうことありましたら、どうぞコネクト、ローカルガイドコネクトですね、それと私のブログで YouTube、 こういったもので、情報発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。